あ、そうか、結局こうなって腹にあって500だから、うん、そう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 、これ普通ならよ、これ500じゃん、ここぐらいが半分。メムピーチャンネルファンミーティングのお知らせです。12月開催、概要欄からお申し込みできます。ぜひ応募お待ちしております。待ってるよ。いやーすごいわ、それだけでも勝った。まあそう、やっぱりね、嬉しいもん。足りなくなったらやっぱあれね、ね、またさ遠い5キロぐらい離れた畑から来てさ、うん、水汲んでさ、また行ってったらね、プラス40分50分、いやそうだ、1時間プラス、ね、そんなさ100リッターのためだけだからさ、そう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 ね、ね、うん、じゃあ分かります。いいよマジで、これはね最高だね。最高っすね、うん。ただね、あっちのモニターで見るのはね、100リッターで消えちゃうんだよね、うん、あ、100から一気にゼロに落ちちゃうの。あ、こっちは10単位で、あ、こっちも消えちゃうから、ゼロになったらゼロになる。あー、はい、うん、あとは数えるしかない。なるほど、うん、だいたいわかるけど、ね、なるほど、うん、まあそこまで来たらもうね、なくなるぞっていう思いでね、そうそうそう、やってますからね、もうやばいなぐらいの。あーですね、なるほどね、あ、まあでもすごい正確ですね、センサーで見てるの。うんうん、そうっすね、うん、やっぱそう、このホースじゃやっぱり、うん、所詮であれですよ、説明しなきゃダメでしたね。そうですね、はい、水量メーターはそうですね、うん、めちゃくちゃいいですよ、だからね、うん、そういう意味でもね、ロスはなくなりましたね。ああ、はい、そうですか、思った時間で終われる、あ、うん、あ、この後会議だって言っても、うん、ちゃんとピタッと終わる、なるほど、うん、っていう感じですね。さすがでございます、うん、強烈いいですよ。はい、しかもね、 はい、まだありますか。ただの自慢動画になっちゃう。あ、じゃあくださいよ。いいですか？くださいよ、そういうの。土屋さん。なんだ、いいったい。あ、こういうことか。今ですか？今初めてやりました。今仕入れたネタですか、それ。新鮮ですね。見つけたんでね。なるほど。ほら。確かに確かに。いいですね。折りたためるんですよ。なんかあれですか、葉っぱ引っかかってるとかなった時はそれ畳むのですかね。そうだね。それとか後ろのタイヤも見えるように。ああ、はいはい、見えるように。ああ、なるほどね、そっちもできるはずですね。はい、ああ、ついてもその同じ装備が、うん、はい、いやー本当にすごいですよ、これが日本のクオリティですよ。さすがに、はい、ジャパンクオリティ、やっぱ細かい配慮というかね。そうですね、うん、いや、それなら僕思いましたよ、はい、これ東洋にはないところ、はいはい、これ凍結防止、はい、しっかりこういう風に免疫するっていうのね、大事ですよやっぱり。ああ、そうだね、うん、うん、ねえ、ないの、このシールはないっすよやっぱり。あ、そうかね、1分くらい運転してくださいと、うん、ね、いやそれは分かってはいるけど、はいはいはい、ね、こうやって明記されると絶対ね、うん、入れて終わりみたいなさ、ちょっとやっぱ、うん、ね、なんか急いでたりとかさ、考え事してたりあるじゃないですか、うん、あるある。でもこれパッと見て、おお、そうだそうだみたいなさ、はいはいはい、ね、やっぱこれ注意喚起大事ですよ、うんうん、まあ確かにね、こういう細かなね、そういうことだ ね、細やかなね、うん、そういうことじゃないですかやっぱり ね、 うね、うん、いや最高ですわね、ジャパンクオリティ、ジャパンクオリティ強烈、強烈です ね、どっちもジャパンですから、メイドインジャパンですから。あ、確かにそうですね、はい、まあいろいろね、あの外国製のスプレーヤーとかね、トラクターもありますけど ね、はい、これはどっちもジャパン&ジャパンで、ああ、僕もジャパン、ジャパン、そうですね、土屋、はい、もジャパンですからね、ジャパンですね、はい、はい、ケイジ君ですね。ケイジさんですか。はい、なんかやってるな。手振ってくれました、ね、ましたか、はい。そうですか。土屋ケイジさん。土屋と土屋で。はい、そうですね。ダブル土屋です。TT なんですね。TT 兄弟ですね。TT 兄弟ですね。TT 兄弟です。TT ですね。はい。よっしゃ。はい、じゃあ組んで畑へ行きましょうか。はいはい。はい、そんなことで。うん。もう12時？いや、11時半っす。ああ、まだだね。まだ時間はね。はい。はい、畑でまたお会いしましょう。はい、じゃあよろしくお願いします。おい、ワープしてから終わろうかな。ああ、じゃあ飛びますか。はい。はい、じゃあ畑に、せーのわー。忘れてた、忘れてた。はいはい。ということで、はいはい。小麦の工場ですね。はいはい。はい。畑来ましたよ。まあこんな感じでやってますよ。はいはい。見てください。はい。はい、ああ飛びましたね。はい。ちょっと外行ってみますよ。ああ、わかりました。はい、ということで外参りまして、はいはい、こういう感じでね、
ルームスプレアでございますね。はい、さあちょっと正面から行ってみましょうか。おー、すごい、すごい霧ですね。すごい、これがカニメってやつですか。カニメはすごいっすね。なるほどなるほど、カニちゃん、すごい霧状ですね。霧が、霧状態で、すごいですね。こんな感じでですね、小麦に吹き腐れの防御しておりますよ。お、すごい、ちょっとアップにしてみてみます。はいはい、はい、神経の音が出ますよ。さあ上から撮っていきたいと思いますよ。すごい、なかなかここに乗ることないから、すごい見晴らしだな。はあ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 、なるほど。あ、すーごい高圧の霧ですねこれは。はいはい、おー、すごい霧状になって、しっかりとね葉っぱ引っかかってる感じしますね。全体を覆ってるという感じでしょうか、高圧のノズルで。はい、あ、まあ、不思議なもんですね。はい、ということでマークライン来ましたよ。はい、後ろからのマーク、ハーフタイムの上げまして、あ、縮めないとね。僕も縮める派なんですよ。縮める派じゃないとやっぱりね、あの木にぶつかっちゃったりしますからね。なんもないとこがいいんですけどね。こっちだとほらちょうど道道がありますからね。ああいうポールだとかにぶつかっちゃいますから、なんもないとこがいいですけどね。僕も必ず竿は閉じてやるようにしてますよ。はい、土屋くんの後ろの土屋くん、あっちの雅俊くんで行きましょうか。ね、あ、しっかりとヒッチを、ヒッチを振って、あ、ちゃんと踏む量を同じとこ通るようにヒッチを回してやっておりますね。あ、さあ今度は広げる感じですね。あ、広げてますよ。さあ行きましょうか。おー、出ました、高圧ノズルでございます。高圧ノズルですか、カニメっていうんですか。あ、なんか、なるほど、2つのノズルで2つ、なるほどなるほど。これは全体に覆うようにかかってますねこれはね。はあ、こんな感じでこっちも虹になります。虹、虹が見えます。マー君のこの畑だいたい6丁何本だかな、7丁ないぐらいですけど、とってもね広い畑ではあるんですけど、あの四角じゃないですよね、なんかピーナッツ型みたいな形してます。なかなか防除しづらいですよね。回り方も考えないとねいけないですよね。多分あれマー君はあっちちょっと端っこ余ってるんで、片竿で行くんじゃないの、あれ結構大変だなあれね、ああいうところって。
またしてこれ本当に木の森の中にできた畑みたいな感じ、非常になんかいい風、見る分にはいい風景ですね。森の中の住人みたいなね。ああれエアポーツでなんか聞きながらやってますよ、なんだか。ああ、しっかり見て。しっかり見てやってますね。さあさあさあ。で、じゃあどう回るんだ？でもこれ、回り方的に言うと、右に曲がった方がいいよね。角度ついてるから。でもそういうわけではなさそうだね。あっちをちょっと残しても嫌だもんね。さあどうやって行くでしょうか。まっすぐ行き、いやめちゃくちゃいいですよこれ、あったかいしこれいいですね、いいですよ、うん、ついに私も買っちゃいました。ぜひメープリーチャンネルご視聴の皆さん、はい、お買い求めください。はい、お願いします。販売しております。はい、とてもかっこよくてあったかいです。はい、はい、ありがとうございます。はい。